はい、じゃあ灯台に登ってラリサちゃんに会いに行きましょう。前回タコ足ロボットを倒したところからですね。ラリサちゃん上にいるのかな。黄色いパイプをよじよじ登って、そこにジャンプかな。 OK。 さあ、あ、生活感があるな。灯台で暮らしてたのかな。もうめちゃくちゃ生活感がある。ラリサはここで生活してたんだ。あら、なんか設計図だ。ファットボーイ、原爆でしょ、ファットボーイって。お前ダンツーモンの設計図持ってんだよ。下だな、下にいたんだ。ここに座ると何かな、あるのかい。誰か来る。来ない。こちらから出向く。やはりこのアトミックハート、大概のことは地下で起きますね。ものすごいスピードで落ちてない。海底都市、海底都市がありました。そうだね、ここ、ああ、あの灯台だから下が水、海っていうのはまあ当たり前か。ただ本当に本格的に海底都市みたいにすごい球体のものがありますね。お、ラリサちゃん、久しぶり。久しぶりでもないか、前回あったか。グレネードをよくも投げつけてくれやがって。死にかけたぞ。なんか用があるんだろ。はい、話を聞こうか。何か秘密があるんだろ、コレクティブ。そう、何とも、何もよく分かってないんだよな、コレクティブ。ほう、ロボットに埋め込むのか。人間もにも埋め込んでんの。奴隷化よりもよっぽど残酷。人間の命令を聞けるようにするってことなの。まあついていこうか。もう質問なんかいいよ。じゃあラリサちゃんについていきましょうか。相変わらず1955年では、テレパシーだけだ。1955年では奇抜な髪型をしてるんだけど、先言っていいのかな。これは何？特別な部屋？ラリサちゃんは乗ってくるね。何が始まんだい？ん？ああ、いわゆるこれコレクティブだらなんたらかんたらされた人間ってことなのかな？奴隷化されちゃったのかな？コレクティブの志願者？あ、自分から志願者になったんだ。初期のなんとかグループは。被験者グループ。ちょっと文字が小さくて見えてないんだよね。ほう、最初はうまいこといかなかったんだ。あるグループが成功したと。ほう、リンボという仮想世界にいて、なんたらかんたらしてたな。これがコレクティブか。あ、命令をすると聞くんだ。おお、右につけてたのに、いちいち左に、触覚伸ばす。うわ、整列した、気持ち悪い、怖っ。太ったやつ、ジャンプ。共産主義。怖っ、ラリサ、顔。ジャンプの仕方は多種多様かよ。整列は綺麗に整列したのに。やーば。これを全人類にしようって話か。はーい。では、まあ、大胆カットしたと思うんだけど、ちょっとやばい事態というか、真実が発覚しましてね。チャールズ、このグローブのチャールズっていうのは実はザカロフ教授だったんだね。で、ザカロフ教授っていうのはサチノフに殺されてポリマー化してグローブに移植されたと。で、まあ主人公になんやかんやあって寄生してるみたいな感じなんだよね。まあ寄生っていう言い方もどうなのかなと思うんだけど、
で、主人公自体はもともとはなんとか隊みたいなやつの兵隊で、そこでなんか死にかけたところをサチノフに救われたんだよね。ほんでその時になんか脳みそかなんかいじられて、なんかその時の記憶を改ざんされたんだけども、実はこの主人公には奥さんがいて、その奥さんも死んじゃってポリマー化して、なんか意識みたいなやつが実はこの目の前にいる双子のロボットに移植されたという話なんですよね。ちょっとやばいんだよね。エカテリーナだったかな。さあ、じゃあエカテリーナちゃんと戦っていきましょう。双子なんで、まあ分裂させたんでしょうね。こちらレフトだ。で、奥さんっていうのは戦闘にも長けてるし、なんとバレエも得意だったと。だからこいつらはこういうバレエの動きをするんだね。いやーすごいです。さあ、このレフトちゃんどうなんでしょうか。めちゃくちゃ動きは早いんですけど、早いね。シンプルに強い。チャージ攻撃か。これをチャージさせるとなんか別の形態に移るみたいなことがさっき書いてあったやつかな。 OK、レフト、これ途中でライトか侵入してくるとかそんな感じかな。侵入というか乱入。あ、これが別の形態に入ったんだな。おー、乱脚。お前乱脚使えんの。6式使いか。1式しか使えないけどな。それも乱脚。すごいね。一式使い。CP、なんだこいつ。CP1 ぐらいか。さあ、レフトちゃん、そろそろライトちゃん来てもいいんじゃないか。もう半分行きましたよ。かっちょいいね。バレーで人を殺す。ロボット。来ないね、ライト。いやー、レフトだけってことはないでしょう。レフトライト多分同時に戦うと思うんだけど、どうなんでしょうか。痛いね、痛いね。ちゃんと避けれたかな今のは。あ、で、そう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 、大事なこと忘れてた。ジーナばあさんちょいちょい手を貸してくれた。なんだその携帯、なんだ気持ち悪い、やめてやめて。奥さんが、自分の奥さんがこんな姿になるの見たくない。で、そのジーナばあさん、ジーナばあさんっていうのは、あのね、エカテリーナ、このレフトライトちゃんのお母さんなんだってね。いわゆる P3 の義理のお母さんに当たるんですよ。いやいやいや、何者かなと思ったけど、なんかそのジーナばあさん自体も、ザカロフとかサチノフと面識がある系の科学者だったかな。とにかく何かしらの権限とか権力を持つぐらいの重要なポストにいた人だったみたいですね。なんかすごいすごい悲しい。ブリッジしてるよなこれ。普通になんか、ね、四つん這いになってるんじゃなくて、ブリッジでこれ走ってるでしょこいつ。パイオズが上にあるでしょ多分。やっべえ、こういうプレイとかしてたのかな。夜の営みとか。 P3 とエカテリーナは、 P3 も本名が分かったんだけど忘れちゃったわ。水も使えんのかなこいつ。なんか水みたいなの出てない。やばやばやば、死ぬ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 。あとちょっとよ、ライト来ないね本当に。いやー半端ねえな、隙がねえな。ちょっと最後の猛攻がやばすぎるんだけど。円当たったのかな。いやもうなんか円がわけわからん方向から来る。さあ、あとちょっと、ラス1ラス1、これ当たればもう楽になれ我が妻よ。よし、お最後っぺ。死んでないの、バリバリやん。何それ何それ何それ。HP ゲージ減らしたよね、なくなったぞ。何これ、あ、何それ、どういうこと。我が妻よ、感傷に浸ってる。
あ、悲しい悲しい。生きとるんかい。ああ、エッチなやつ。まだ攻撃してくる。あ、こっからレフトライト戦かな。逃げるんかい、逃げるんかい。あ、じゃあこいつを追いかけていきゃいいのかな。よし、セーブ入った。じゃあ上に行くのかな。 OK。 ここは一度来たことあるよね、最初の方に。このエレベーターすごく見覚えがある。エレベーターというかリフトというか、アトミック計画教えてくれんの。アトミックハート計画か。アメリカ合衆国の鎮圧、制圧、政治体制の変更、資本主義の撲滅、共産主義体制の確立。うわ、めちゃくちゃソビエトじゃん。ほうほうほう。アメリカの原子力の心臓、心核、なんだ、アトミックハートの停止を狙いとする。あー、そうなんだ。無料で送る。ほう、ちょっと待って。お前ら動かないよね、大丈夫だよね。読め。アトミックハートってそういう計画なんだ。へー、とりあえずコレクティブ化っていうか、それを実行したロボットっていうのを無料でアメリカに送りつけて、数が正常になったら攻撃させると。宝箱だ。ほう。ほんで原子力の心臓、なんか発電所みたいなことなんかな。いっぱいあるな。それをぶっ壊すと。へえ。あ、ここで最終決戦。もう敵がいないんだよね。レフトライト戦だろ。 OK。 じゃあ準備していきます。準備はいいか。最初にレフトライトに会った時みたいに、ここの扉を開けますね。奥に見えたかな。レフトライトを性的な目で見ちゃってたけど、まあ奥さんだからいいよね。奥さんは性的な目で見ちゃうよね。サチノフいますね。最初にここに来た時はサチノフに会えなかったんだけど、さあもう完全に反旗を翻したので、それを理解してるのかどうなのか。あ、また言い忘れてたけど、ラリサはぶっ殺したんだよね。破壊衝動みたいなやつで。もともとはラリサを人質にしてサチノフに近づこうっていう話だったんだけど、ラリサをこいつがぶっ殺しちゃったんだよ。そういう衝動が起きるらしいです。あー、なるほどなるほど。Are you proud of yourself? You, Larissa, and Zenaida have certainly been busy. But Sergei, チャリトンっていうのはあれか、ザカロフのことか。ザカロフのことも知ってたんだこいつ。You wiped my memory. Am I a toy to you like those other people connected to Collective? Who the fuck do you think you are? I can see you're terribly upset. It's okay. I don't blame you. But you, Cherry.サポート役ってどういうことだ。うん、まあそういうことだろうな。全人類コレクティブ化計画だもんな。全人類だよな、多分。知らんけど。はい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 。でもザカロフはサチノフが殺したんだよな。俺の奥さんを寝取りやがって。許せねえぜ。
unimaginable achievements. I want to give him. こいつはこいつで幸せとかなんとかかんとか言うのかな。Get your hands up. Some goddamn wizard you are. Tell him to stand down. I'm counting to three. One. What a shame. Two. It's a shame you've escalated this situation. ああ、敵対ですね、完全に。来ました。レフトライト。戦いますね。いや、素晴らしい動きをしてます。さあ、どう出る？おお、おお、おお。痛いよ。死んだ？まあでもこの死に方なら文句ないかな。うん。非常に気持ちいい。さっき QTE が始まってたよな。さあ QTE からかな。いいでしょう。最高のアングルじゃん。おい。これで OK？ OK じゃなさそう。死んだー死んだー。まあ裏を返せば皆さんにこのシーンを何度も見せることができたっていうことだからいいんじゃないでしょうか。よいしょ。これはいったな。 OK、 いけた。やっといけた。はい、レンダー。ん？大丈夫？そういやこいつのヒール鍵になってたよな、何かしらの。さあ、こっから戦いですか。君レフトちゃんだよな。君がライトちゃんだ。ジャケット羽織ってんのがライトちゃん。すごいな、ライトちゃんがすごく強い気がするんだけど。飛んでるじゃん、そもそも。やべえ。ちょ、なんか角生やして、これも QTE かい。角を生やして、そっからビームを出してんだ。角ビームか。さあ、かかってきなさい。うん、2体同時だね、やっぱり。あーと、これは戦いづらい。早速回復使わされた。あ、ポリマーを敷いてるぞ。これ炎症したりするよな、きっと。もう早速炎症してる。厄介ねー、厄介ねー。で、乱客。どんな感じよ、HP。削れ具合。でもこれ、ライトに対しての攻撃手段がほとんどねえんだよな。まあ、ショック、並びにパシュテトの遠距離攻撃。痛えー！ポリマー攻撃かな？シールド展開。さあ、二人の猛攻だな。でもレフトちゃんにだいぶ食らってるな。だいぶ食らってる。ん？回復した？で、ライト食らってる？共有してんのかな？レフトの HP が減ったらライトの HP をちょっと分け与えるみたいなことなんかな？だとするとレフトを殴ってればライトも倒せるってことだよな。それはすごく都合がいい気がする。いた。都合がいい気がするけど、なんかありそうだな、裏が。どっちがレフトライトなのか分かんなくなるな。まあ基本的にレフトは地上にしかいないのかな。ライトは空中にいて、こうやって攻撃してくるのうざいね。援護がうまいよ、ライトの。ほんでポリマーというか設置型の火を置くっていうさ、パーペキやないですか。ポリマーシールドもちゃんと使っていきましょう。これなかなか強いと思うよ。戦う必要はない。あ、妻を止めろって言ってる。チャリトンっていうのはチャールズのことだね。これを外せと。チャールズはサチノフが操ろうとしてるからやめろと。いやでもよ、なんかチャールズも怪しかったんだよな、前回ぐらいの終わりかな。
あのドイツ人がポリマーソーに落ちてないのにポリマーソーに落ちたとかなんかいろいろ言ったりさ、少しだけチャールズも怪しいみたいなことあるけど、まあなんかこれも思想の違いっていうレベルの話なのかな。どっちが本格的に悪いとかっていうのはなさそうな気もしなくもないけど、まあ本格的にやばいのはサチノフだよな。人類を操ろうとしてるからね。アメリカを倒すってだけじゃなくて、まあアメリカを倒すっていう目的であればね、人類はそんなことしなくていいわけだから。ソビエトからしてみたら、何してんの、あ、なんか反射させてんのかな。ビームをライトちゃんに当てて、それをライトちゃんが反射させてるみたいな、そんなことなのかな。うん、レフトの HP がちょっと回復した気がするな。で、ライトの HP も着々と減ってる。全く攻撃してないのに。これだ。ああ。なんかビーム太くなってんのかな。ライト自体もビームは打てるはずだから、そんなことする必要ないのに、やってるってことは、なんか威力が上がったりすんのかな、あそこに。一旦ライトに当てることによって。どこ行った？あ、上にいる。あ、レフトも飛べるのか。レフト飛んでたか。これ危ないなぁ。ジャンプ。ダッシュ避けの方がいいな。ダッシュ避け無敵判定あるから。うまいこといけ、いや、これ、ダッシュとかする必要もねえわ。一緒に回ればいいだけだった。さあ、レフトちゃん、だいぶ食らってますよ。ポーズと決めてる場合じゃないよ。第2形態入ったかな。第2形態というか形態変化。ポリマーシールド使って、ああ今完全に見えました。ライトの HP をレフトに分け与えたと。まあこれでね、2人とも一緒に削れていくけど、怖いなそれで。炎症すると、ポリマーを振りまくな。どこ行った？上か。またあれをやってくんのかな。これはまあ避けりゃいいだけか。この瞬間攻撃とかできないのかな。入ってた今。危ない。攻撃に集中できないな、これだと。避けることに徹底した方が良さそうだ。これは銃でも難しそうだね。当たれ。今蹴ったぞ球体を。違ったかな、気のせいかな。で、後ろに避けちゃった。すげえ炎の設置トラップが広がってる。さあ、もうちょい。あ、回復した。どうなる家康。どうするだった。もうちょいなのよ。怖え、攻撃すんなよ。ただこちらも回復はふんだんにあるんで OK。 あ、 HP ゲージ消えたな。倒したのかな。さっきも最後っぺみたいな感じでこれやったもんな。これはやんないと死ねないみたいなことなんかな、あいつらにとって。これをやらずして死ねぬみたいな、そういうことなんですかね。どう、私の奥さん、愛する奥さんが2人になるって最高じゃない。何してんの。まだしてくんの。お前らもう死んでるぞ。お前らもう、その中心のやつ何なんだろう。これもポリマーかな。いて。攻撃したところで HP ゲージがないから何にもしようがないんだけど。あ、終わった。暴走してんのかな。あー、ブラックホールみたいになってる。あー、かわいそう。自分の奥さんを殺さないといけないってマジ辛いよね。さっきはレフトちゃんの顔を撫でたけど、次はライトちゃんの顔を撫でるのかな。
悲しい。お、撃った。シンプルに撃った。チャリトに騙されてるのは、あくまでもそういうこと言うのか。おう、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと Did you use my agent to tear her limb from limb? I'm sick of your hypocrisy, Dimitri. I did your dirty work while you stayed squeaky clean. But they didn't deserve to die. Why have you done this? You motherfucker, this whole time. I've been getting enough of you, Major. Your job is done. チャールズが悪いやつだったってこと？もう出てきた。これがチャールズの本体かな。まあ、ポリマー化したって言ってたから。うわ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 。キモ。何すんの？退場すべき時なのだ。こいつはこいつでこの人類滅亡計画みたいなのをしてるってこと？それ赤いポリマーだろう、きっと。そうだった。私のためにな？むちゃくちゃなこと言っとるやん。色変わった。これは初めてだ。お前は悪魔。なんかこれ本当にフォースポークンのカフみたいだわ。悪魔って呼ばれたり似てるな。すごく just because you cannot comprehend it. Evil is an abstract concept. And you're この生き物何？犬？猫か？動き的に猫か？ただ顔ねえじゃん。これロボットかな？毛生えさせたロボットみたいなこと？特殊猫すぎるって。これで終わり？なんかあるかな？どうすんの？何すんの？あららららら。ら、そのポリマーってそれだけの力があるんだ。殺した普通に。お前なんとかしろよ。起きろバカ。今まで散々操ってきたのは俺なんだけどね。ねんな、ねんぬ謎猫。これ何なんだろう。さっきもちょっと見切れたけど、すごく重要な何かなのかな。それともあれかな、コレクティブ全人類に命令できる頭につけるやつかな。ラリさんもこれつけて命令してたもんね。破壊した。破壊すんのかい。わ、ロボットがいっぱいいる。あ、終わった。あ、アルゲンタム隊、これね。あの、P3 がいた隊っていうのは。はい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 。あ、サチノフを吸収したのか。うん、ああ、姿をくらましたと。まだ何か続く？あら、 P1、P2、P3。 何ここ、これ P3 かな。あ、リンボか。プルトニウム、なんだお前。あ、
ライトちゃんだ。ジャケット着てるから。届け。届いたかな？ストーリー的にはモヤモヤするけど、演出的にはいい。嵐だ。